バタバタだから今日のうちに ATM で金下ろしとくことをお勧めするよ。現実を見せてあげますよ。首洗って待ってろよ。すき焼き食べるからな。行ってみたいと思います。さあ捕まえに行こう。ちゃんとカメラも撮っていきますね。ガチめに狙っていきましょう。体力温存ありがとう。頑張る。でもね、もう1時間で行くって決めてるんで、もう速攻終わらせて速攻肉食いに行きます。さあということで始まりました第3回グルチャモ鬼ごっこ配信 in 浅草ということですね。浅草の街を舞台にチョモララテはテリの中での一番西南ポイント東本願寺からで、クルちゃんはテリの一番東北のポイント、目星建物がないのでテリの端っこからスタートってことになってるんですけど、今クルちゃんと俺と同時で配信しておりますってことですね。2時間きっかり逃げ切ってやろうと思っております。まあね、言うて距離あるんでちょっと中入って写真でも撮ってこようかなと思います。てか俺浅草8万回ぐらい来てるけどさ、まず浅草なんてね行くとこ限られるんですよ。浅草寺付近、花屋敷付近、まああそこら辺しかありえないんで、こんな広くてもね行くとこって限られてるんです。あ、かわいい宿屋、かわいい、撮っとこう。ひゅ最高。行きましょう。入っていいんかな。手洗うまだできないですね。まだ若干コロナの影響引きずってる感じです。ちょっとこの本願寺の感じを撮っていこうかなと思います。アジサイが咲いてるんでアジサイ撮ります。ちょっと単焦点レンズなのでもう自分の足でやっていこうと思います。暑い。デブにはきついぜこの暑さ。チョモちゃんの方も見てる方、今チョモが どの辺にいるか教えてください。暑い。本願寺にいる。 OK、まあ、本願寺からかっぱ橋方面に行くか、もうそのまま浅草寺の方に行くか、二択なんだけど、あ、ちょっと見て、スカイツリーだよ。俺はね、まずこれが見せたかった。写真撮ろうか。じゃあどこに行こうかな、まずな。じゃあ早速なんですけど浅草寺行こうか。ちなみに今クルちゃんの配信みんな同時で見てるんかな。俺今から浅草寺って大丈夫かな。まあ、言うてねそこまで広くないんで怖いよね。ちょっとでもなんか向こう側に寄ってくの怖いもんな。まあでも寄るしかないねんけど、お互い端っこにおるからな。あ、すげえすげえ、何ここ。雷門田原商店街見て、二尺九寸大太鼓やって、伝わるかなこのデカさ。俺の体より全然でかい、すごい。あー、まあすごいすごい、やっぱ風情あるな。いろいろ見たいんやけど、まあ、やっぱまずは、あ、皆さんまずはやっぱこれを見といてもらわなあかんね。いきましょう。リリーン。あー、うっすら、めっちゃうっすら。ここにスカイツリーわかるかな。ここにスカイツリーわかるかな。ちょっと白飛びしてんね、むずいか。鬼ごっこ配信ではあるけど、今こっちを見てくれてるみんなはそのチョモと浅草デート配信ですからね、言うてみれば。
よし、大通りってことはあれだな、やっぱどっちかに行ってんだな、浅草寺方面か河童橋方面。今日は映るんですもん、持ってきたんで、そちらでも写真楽しんでいきたいと思います。あ、人力車あるな。人力車でさ、チョモのとこまでって言えば一発じゃん。なんか俺の情報ってあっちに行ってんのかな。あんま今ここって言わない方がいいかもと言いつつ、今東武浅草駅に来ました。なんかどっか入りたいねんな。あー、焼肉、焼肉、焼肉食いたい。あ、牛、牛とチョモ。ずんずん進んでってるけど、クルちゃんも今浅草寺に向かっているのであれば、多分同じぐらいのタイミングで発車するんちゃう。マジで1時間以内に捕まるわけにはいかないんですよ、破産しちゃうから。やっぱ浅草ってうなぎ屋多いんかな。東武浅草駅あたり、え、東武浅草駅にクルちゃん今いるってこと？会っちゃうよクルちゃんに。危ないね、ちょ待って、どうしよう。バスは乗ったらあかんのよ、公共の交通機関は使っちゃダメだから、これどうしたもんかな。浅草寺行きたいねんけどな。せっかくだから川沿い行ってみます。川沿い、火のうんちが、ほら川沿い来たよ。じゃ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 ー、うんち取ったろ。Thank you. YouTuber さんですか？え、YouTuber？ あ、ミュージシャン。いや、今生ライブ。ああ。ええ。あ、なんで？やばい。Okay, okay, okay. ミュージシャン。ミュージシャン。ユ、今。イエーイ。Thank you. Thank you. 日本楽しんでください。Thank you. 日本語上手して。ああ、日本、日本人にジャパニーズ。ジャパニーズ。青山、フロムアウェイ。青山、プロバーウェイ。まあこんなもんですよ。どこが東武浅草駅なの？なんか浅草駅って何個かあるよね、ちょっと場所離れて。いやマジこの地のりあるな。俺マジ分からんからさ、クルちゃんはやっぱその辺分かってんもんな。チョモくん逃げてね。ちょっと待って、今クルちゃんどこ？外人に写真撮影頼まれて。めっちゃおもろい。さすがだな、ほんとコミュ力やな。さあ、ほならね、どう行こうかな、マジで。あんま近づきすぎてもな。スカイツリーが川の奥にいました。あ、そうそうそう、じゃあ川沿いにいるってことか。俺も今ね、まさに川沿いから回り込んで浅草寺行ったろうと思ってんけど、あかんな、こっち行ったらあかんやん。じゃあちょっと待って、むずい。あー、だからこっちから来たんが失敗やったな。クルちゃんと鉢合わせる道で来てもらってるな。今ね、俺ね、雷門中通りっていうとこ。めっちゃ言ってる。これを雷門中通りをまっすぐ行って、で、クルちゃんは川沿いから来てるから、だから俺はその逆、もっとその町の中川を通って浅草寺に向かおうと思います。外人さんにフロム青山って言ってた。青山、フロム青山。
やばいな、なんかクルちゃんの方の配信おもろそうやん。地味やな今んとこ俺。最高、うんちも取れたんでね。リスナーはですね、一応開始30分以降に追っかけてくださいという感じなんで、今何、あ、もうすぐ30分です。雷門中通り OK、 今半行ぜ、もう行っちゃっていい。いや写真なんてさ、捕まえた後さ2人で一緒に撮ればいいじゃん。今俺多分結構近いと思うよ。近いでしょ。だから言ってんじゃないですか、俺何回も言ったよ、すぐ終わるって。今チョモが結構近いと思うんですけど、生かすも殺すも皆さんのコメント次第。チョモちゃんに逃げてってコメントしてやってくださいよ、ね、にぎわっております浅草の街。お店もやっぱもうどこも可愛いよね。ガード下歩いてる。ガード下ってどこだ。すごいよ、サンリオの店ある。めっちゃでっかいキティちゃん切ってるこれ。撮っとこうかな、これ撮ってどうすんねんやな。ガード下もう抜けて普通の道、普通の道か、どうしよう。マジ近いんちゃう今。なんかおもろいことしたいよね。でも今ね、チョモくんはね、浅草公会堂っていうとこまで来ました。これ浅草公会堂、浅草公会堂の前乗るか、人力車。あと7分でリスナーさん追っかけタイムで、よろしくどうぞ。やっぱり浅草寺 OK。 伝法院通り、どうしようかな。浅草寺は多分向こうやねんな。行ってみようか。向こう松屋デパート前から商店街入ってます。 OK、 商店街にいなければ大丈夫ってことね。まあでも商店街って今さっき俺が通り過ぎたとこじゃない。危な、俺今さっき商店街ちょっと入ろうかなって思っちゃったわ。めちゃくちゃ危ないな、入ってたら鉢合わせやん。さてここからやな。ただね、ちょっとわからんねんな、これちゃんと浅草寺に迎えてるのかどうかっていうのが。すんごい人だわ本当に。この辺に来るとちょっとそのクルちゃんの気配も感じとかなあかんやつやんな。ここだ、あ、ここや。待って、浅草寺来た俺、なんとかかわしてきた。お願いします。入場いかがでしょうか。お願いします。一区から2000円1人。あ、1人、あ、大丈夫ですよ。10分になりますけど大丈夫です。 OK、 はい、わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、今置くのは前に出します。少々お時間。はい、人力車乗ります。ライブ OK です。あ、大丈夫です。浅草寺着いた。お、人力車乗った、すげえ、やばいな、遊んどんな。舐めてんな。あと30分で捕まえなあかんの。はい、ってことで、浅草寺到着しました。ダダーン、ダダダーン、人生2度目の浅草寺。やっぱかっこいいね。ただあれやねんな、俺ちょっと回り道したから雷も見れてないよね。ここかっこいいね。じゃあおみくじ引こうか。おみくじ前引いた時さ、末小吉かなんか今日の次に悪いやつやってるな。今日大吉引いて逃げ切ろう。ちゃんとおみくじ引きます。89番。さあ何が出るかな。せーの、バンバン、大吉。もう勝ったな俺今日これ。クルチョモチャンネル2000円で10分だそうです。クルちゃんオッケー、マジで。あ、でも人力車で行っちゃった。なるほど、それはちょっとしゃあないか。はい、短いですけどぐるっと行ってみます。はい、お願いします。やってへん、花屋敷そんな切れるんですね、うん、あと15分か、やべえな。俺が思ってたやつより高いメニューあるやん。4万のメニューあるよ。くるちゃんは今あれかな、カパ橋にいるんかな。あと10分なんで、この10分ガチで行きます。こっちから気づかれんようにくるちゃんをさ、抑えたいよね。これさ、一回帰って風呂入っていい。で、あれちゃん見つけた。そこがチョモちゃんの甘いところ、アイスクリームだけに。そういう感じですね。わかりました、ありがとうございます。もういそうだけどな。今チョモどこ